皆さん、こんなグルメを見たらどう思いますか？メロンが一玉入っているメロンパンや、伊勢海老が丸ごと天ぷらになった天丼、寿司店の人気メニューがなぜかラーメン、思わず驚くインパクトやちょっとやりすぎなサービスに対して思わずバカだなと言ってしまう、そんなグルメを求めてブルーリバー青木が福岡県内を駆け巡ります。題してバカだなグルメ。さあ、今日のバカだなグルメは何でしょうか。ほ、食べるのが恥ずかしくなるちょっとエッチなスイーツ。バカだな、朝の番組です。いやいやいや、僕ももちゃまさんって初めて見たんじゃないかな、エッチなって。プリンとか最近だと思う。ちょっとリアルになんか作れたりもするのかなとかね。何をですか。言っていい範囲がちょっとわからないですよこれは。エッチなってやった時、ちょっとエッチなスイーツとは一体。そんなバカだなグルメがあるのがこちらのお店。お客さんたちの反応は、え、かわいい、かわいいです。かわいい、結構リアルですね。福岡でなんかこういう面白い感じあまりないですよね。いざ来るとちょっと恥ずかしいですね。なんかなんで。え、なんか思ってたより結構プルプルしてました、うん、形が綺麗な。なんで食べてる。え、もう名前に惹かれました。最高です。さあ、店内入ってきましたが、もういきなりアパレル、バカだなグルメがある雰囲気ではないんですけども、すいません、よろしくお願いします。お願いします。こちらのお店はどういうコンセプトのお店なんですか。ここはカフェで、カフェ、はい、無機質でちょっとモノトーンで、もうお姉さまももう真っ黒、真っ黒で。博多駅から徒歩10分のところにあるモノトーンで統一されたおしゃれなカフェ、あいまい。オリジナル商品も販売していて、 SNS 映えするカフェメニューが大人気のお店です。で、お店の名前があいまい、はい。どういうあれなんですか。一応オーナーが曖昧なので、曖昧っていう。オーナーが曖昧なので曖昧。店名の由来にもなっている曖昧なオーナーがこちらのヨンさん。え、こちらのお店はその韓国のお店っていうことではないですか。あ、そういうことではないです。韓国の方がやられているその日本でのカフェっていう。そうですね。え、じゃあ海外の方も結構来られますか。そうですね、今度かい。曖昧やな、ちょっと。とっても曖昧なヨンさんですが、焙煎の国際大会で入賞をしたことがある実力の持ち主。実はちゃんとした人なんです。これですよ、食べるのが恥ずかしくなるちょっとエッチなスイーツ。僕へーじゃないんですよ。これあるんですよね。まあ、一応、一応ね、返事がむちゃくちゃ曖昧。ないのかなと思うような。こんなおしゃれなカフェでエッチなスイーツが本当にあるのでしょうか。え、かわいい、かわいいです。かわいい、結構リアルですね。いざ来るとちょっと恥ずかしいですね。え、なんか思ってたより結構プルプルしてました。さあ、いよいよバカだなグルメとご対面です。お待たせしております。お待たせしております。あー、こっちね。はい。で、こちらのメニュー名が、がお尻プリンになります。おー、ストレートバカだな。お尻プリン。はい、こちらが曖昧な愛すべきバカだなグルメ、食べるのが恥ずかしくなるお尻プリンです。おわ、だいぶ柔らかいですよこれ。すごー、本当にあの全部だけ。想像はあの上半身だと思っておりましたんで。え、すいません、すいません、いや、じゃないです。ちゃちゃちゃ、とってもツヤツヤでプルンプルンの美味しそうなお尻。その下には砕いたクッキー、カラメルソースはセルフでお尻の上からたっぷりかけていただきます。いただきます。
とろける激うまですね。うまいんや、もうバカだな。卵感がガーンってくるとかじゃなく、クリーミーなミルク感の方があるプリン、トロットロだからこそ下の敷き詰められてるクッキーのサックサクとの、うん、マジでむちゃくちゃいい香り。バターのこのキャラメルソース絶妙、甘みもビューッとくるけど少し苦味も、苦味も後からバーッと追いかけてきて、味も本物やった。これ誰が考えたんですか？これも社員みんなで。みんなで社員みんなでいいですね、バカだな会社ですね。インパクトのあるデザートを作ろうということで、スタッフみんなで真剣に考えたおしりプリン。見た目だけでなくちゃんと味にもこだわっていて、プリンはもちろんバターの効いたクッキーやビターなカラメルソースも全部パティシエが手作りしてるんだって。アキさん、しかもこのお尻プリンだけじゃないんですよね。そうです、今ちょっとお尻をシリーズ化してて。お尻をシリーズ化5作品目とか。その1個前はこういうお尻でクリームソーダ。あー、かわいい。こうティラミスとかにしちゃったりして。ティラミス。お尻を。お尻めちゃくちゃ笑ってるじゃないですか。いやいや、結構、ま、真面目に。真面目に会議して。真面目に会議して、前回もしたんですけど、前回こういうプリプリにならなくて、いろいろ改良を重ねてたどり着きました。そういうことか。ヨンさんがやろうって言ったわけじゃないですね、このお尻プリンは。あんまり覚えてないですけど、うん、多分私が買った気がします。型はね、もう記憶も曖昧です、ね、正解今後ろにいらっしゃるお客様も食べてらっしゃる。あ、本当、お尻仲間です。あ、初めてですかこちらは。初めて。あ、日本の方じゃない。いや、すごいのに、ヨンさん海外の方来てるじゃないですか。今知りました。今知りましたじゃないのよ。博多駅から近いので外国人のお客さんもたくさんやってくるんだって。そんな海外からも注目される曖昧のバカだなスイーツは他にもたくさんあるから、インスタをチェックしてみてね。じゃあ最後に愛を込めて言わせてください、はいはい、バカだな。ありがとうございます。最後になんですけども、ステッカーがございまして、どこかなんか景観崩さないところに貼りたいんですけど、はい、あ、テレビ貼ります。あ、テレビ、いいんですかあれ。わー、来た。わー、おしゃれおしゃれおしゃれね、決まりました。じゃあ皆さん、このおしゃれなカフェに行って、このおしゃれなカフェの間違い探ししてください。おしゃれじゃないとこは一箇所だけありますと。曖昧の食べるのがちょっとだけ恥ずかしくなるお尻プリンをバカだなグルメに認定しました。バカだなグルメ。さあ、続いてのバカだなグルメは何でしょうか。こちら、ドン。やりすぎ社長のわがまま海鮮遊園地。やりすぎ社長ですから、これはだいぶバカだなだと思いますよ。ディズニーシー、ディズニーシーのパターンもありますよこれ。福岡にディズニーシーがあった。やりすぎ社長のわがまま海鮮遊園地ってどういうこと。そんなバカだなグルメがあるのは、博多駅筑紫口から徒歩5分のところにある海、風、土と書いてシーフード。その名の通り海鮮居酒屋です。毎朝長浜鮮魚市場で仕入れられた新鮮な魚をリーズナブルな価格でいただけるお店。そこで海鮮遊園地を注文したお客さんの反応は、どういう機会あれやん、すごい神々しいなって。ゆっくり回ってるのが面白いなと思いました。こんな見たことないです。これはもうテンションは上がります。気になるのがこれなんですよ、はい、やりすぎ社長のわがまま海鮮遊園地、はい、気になる点がいっぱいあるんですよ。うちの社長がですね、はい、本当にいろんなメニュー考えて出してるんですよ。なのでやりすぎ社長が、やりすぎ社長が
もう とりあえずその一番の看板メニューをとりあえずもう一回見ていただきたい。まずは看板メニューからやりすぎ社長を体に入れていくわけですね。そうですね、はい、もう体験してもらうっていうことで、はい、バカだなグルメの前にまずは看板メニューから。はい、すみません、お待たせしました。おー、どうこちらでございます。おー、すげー、うおー、まさにあの玉手箱。玉手箱ね、開けた瞬間の、はいはい、オープン、うわー、美しい玉手箱だ。わー、お魚も綺麗ですね。そうですね、あの本当に毎日朝仕入れてあの下ろしてますので。ズバリお値段は550円で出しております。バカだな。いや、本当そうなんですよ。本当そうなんですよ。はい、なんと10年前から変わっていないという原価率 100% 儲けなしの看板商品。毎朝仕入れる新鮮な海鮮6種類4切れずつ乗って550円って、価格設定がバカになってる。分厚いですよ。ケチケチしてないですよ。してないです、もちろんです。うん、歯応えもしっかり、味も濃い、はい、新鮮、はい、550円はダメって、安すぎますって。すごいよ、これがまず入り口ってことは、もうちょっと海鮮遊園地はこれはだいぶ期待しちゃいますけど、大丈夫ですか？もちろん大丈夫です。お待たせいたしました。おー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 、回っとる、バカだな。わがまま海鮮遊園地とは一体何なのか。綺麗美しい。こんなに回ってくれることないですよ、これは。こんな見たことないです。さあ、いよいよバカだなグルメとご対面です。はい、すみません、失礼します。お待たせいたしました。おー、よー、おー、おー、おー、回っとる、バカだな。何これ、何の何。こちらはですね、あの、サーモンメリーゴーランドと言います。バカだな。これがシーフードの愛すべきバカだなグルメ、社長考案のサーモンメリーゴーランド。回転する台の上に光り輝くサーモンが。しかもこれただのサーモンじゃありません。細長く麺状に切った長さ30センチはあるサーモン麺なんです。うわ、本当に綺麗に、うわ、長いザバント。私初めてサーモンを吸いました。うまいですね、サーモン。油のってますね。合いますね、めんつゆとまた行くとね、はい、お醤油で行くよりも、はい、あっさりとでもうまみは感じる、はい、社長、そもそもこのお料理っていうのは、は全然できないんですよ。はだからあれでしょ、麺にしてくれとか言うじゃん、サーモン麺にしてくれとか、はい、今回ですね、こう手紙をもらいました、いただいたので。すごい、はい、すごいですね、サーモン麺も邪道という人もいるけど、新しい食べ方、楽しみ方の提案として、細長く切って麺をすするようにしたら楽しいと思う。で、スタートしてお子様が多いからメリーゴーランドをイメージしてワクワクしてもらおうみたいな感じで、この回るバージョンになりましたとのことです。もうお客様にまずは喜んでいただくっていうところをめちゃめちゃ大事にしてるので、うん、だからさっきの玉手箱もそうですけど、うん、まあ、原価とかもどれでもいいからみたいな。いいよくはないんですけど、本当は。よくはないんですけど。よくはないけども、まあ、限界いいと。なんとかしてっていう感じで。お客さんをとにかく喜ばせたい。料理人にはない発想で次々とメニューを考案してった社長。他にもまだバカだなグルメがあるそうで。はい、失礼します。すみません、お待たせしました。うわー、怖い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 。どうぞ。いや、どうぞ。いやいや、バカだな。いや、怖い怖い、最後に。いや、もう綱やん、綱、かき縄やん、これ山川さん的の。ごぼうにタチウオ、こうぐるぐる巻いてあるもの、はいはい、これも社長、社長です。
シーフードもう一つのバカだなグルメはごぼうにタチウオが巻きつけられた謎のフライです。50センチ以上はある立派なタチウオの切り身をこれまた50センチ以上あるごぼうに巻きつけていきます。一人では絶対に食べきれないサイズ感。ごぼうは茹でてあるので揚げ時間は5分ほど。なんか動物の尻尾みたい。その名前はごぼうの一本足打法とタチウオトルネードフライ。名前も長い。まあ通常でしたらこうカットして提供するものなんですけど、うんうん、長いまま出すっていう、うん、なんじゃこれと、うん、お客さんにびっくりしてもらおうと、うん、何やってバカだなと、カットなんかするんじゃないよと、まんまいけと、お客さんが切るんだよお客さんが切るんだよバカだな、そうそうそう、バスッと切ってもらって、枝ぐらいありますよこれ。なかなか食べ物を切るっていう感覚じゃないと思うんですけど、いやこれそう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 、見てバリゴボ、うん、タチウオの身もしっかりですね。はい、もちろん。でもごぼうの香りも良くて、はい、しっかりと調理されてる。タチウオも美味しい。ごぼうに負けてないですよ。はい。すごい。あれですかね、まだいろいろ企んでるんですかね、社長は。まだこれから、はい、いろいろいっぱい言われてます。食材買いに行くよりは、まあ、ホームセンター行くことの方が多いです、ね。僕は。他だな。やりすぎ社長の愛のある無茶ぶりで生まれたメニューたち、その思いと努力はお客さんたちにしっかり届いていました。改めて愛を込めて言わせてください、はい、バカだな、ありがとうございます言ってくれて嬉しい。番組コーナーのステッカーございまして、はい、これどこか貼らせていただいても、あ、もうぜひお願いします。よろしいですか。お家にぴったりなんで。一番は社長に貼りたいんですけどね。そうですね、本当そうですね、はい。ということで堂々とお店の扉に貼らせていただきました。バカだなグルメは2時間制とさせていただきますということで、お願いします、ね、これからもあの社長の遊び心を、はい、具現化してください。わかりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。シーフードの社長の愛あふれるユニークなメニューたちをバカだなグルメに認定。